結果も出てますね。あ、これはすごいですね、顔が。いやいや、しかしそのシワがだ。まあでも誕生日おめでとうございます。いやいや、今何歳ですか。は86。あ、6になった。うん、すごいですね。だけこれも皮が縮むわけなかも。この間函館でマスターズだったから誘おうかと思ったんですけどね。ちょっとこれはちょっとね、それ切ってから見てみてこれ。いや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 。あのここもね、胸肩でも。トンとシワ出てくっちゃけ。いやシワってそれは出ますよ、しょうがないじゃないですか。ちょっとまあ取ってますけど。いやこっかしかちゃん脱ぎますか。いやいやいや、そのシワだ。あ、でもすごいじゃないですか。いやいや、すごいですよ。いやいや、すごいじゃないですか。これシワが出てるでしょうか。いやいや、前よりいいんじゃないですか。でもまあでも胸とかあるじゃないですか。まあ大したことないですね。86でしょ。86。よう動いてますね。元気な方でしょう。まあ分からんってね、他のものはみんな死んどるな。まあでも86になっても全然変わらんですね。変わりよろ。やっぱきつさが違う。まあきつさは違うでしょうけどね。体重何キロなんですか今。体重はもう70で抑えと。ああ。だから抑えとるんですか。うん、71か2になったら今日今測っても70.5ぐらい。まあでもその86で70歳ある人が少ないですよね、まずね。そこまで筋量がある人は少ないからですね。うん、筋肉があることが分かりますよね。まあね、若いもっときもとはだいぶ違う。まあ、そりゃそうでしょ。日本鏡見てから情けないことなの。まあでも、あれですよね。86の鏡ですよね。鏡かけました、今。どうですかね、今。鏡と鏡をかけました。あ、面白くないですね。いや、いい、あの、ほしたやら、松本さんやら、はいはい、ちょっと鳥さん一緒に写真撮ってくださいとか、ね、なんか送り寄せか、うわこの人すごいですね、86シーフでから、買ってますからね、その点じゃね。まあ本当みんなの励みですから、ぜひ頑張ってください。いやいや、また出てください、ありがとうございます。全然落ちてないですよ、胸とかいいですよね。まあ、ぼちぼちやな。逆に脂肪が取れた感じしますけどね、前より。いや、ありがとうございます、どうも。